マシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するのか。このコースの主役はなんといっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだ。お兄さんの影響でポケットサーキットを始めたら、注目の風間君は青レーンだ。対するはセナちゃんだ。それではレースを開始するぜ。 少し出遅れたか。体勢が崩れている。大丈夫なのか。飛び出るかと思われたか。気合でコースに舞い戻る。おっと、カズマ君の気合が真っ青に伝わっているようだ。昇竜の執念でレースに復帰したぞ。嵐の前の静けさなのか。みんな早いな。みんなのバッサバイクが光っている。 カズマ君のマシン、豪快な走りで1回転だ。ぶっちぎりで速い。レースも後半戦に突入。ロングウォールだ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。
何が起こるかわからないのがポケサーだ。足元を救われるなよ。いい調子だ。いよいよファイナルラップだ。フルスロットルで駆け抜けろ。いけるぞ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。首位でゴール。熱い走りをありがとう。白熱した名バトルだったが、その戦いをものにしたのはカズマ君だ。ふん、俺の勝ちだ。
何？何？
何？本物のダンスを見せてやるぜ。ありがとうございました。いや。
そこにいるぞ。ランカット。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。このコースの主役は何といっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ俺のドラゴン。巷ではポケサー博士と呼ばれているハルミちゃん、その知識の壁をカズマ君は越えられるのか。
注目のカズマくんは青レーンだ。対するはハルミちゃんだ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。少し出遅れたか。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。優しくしてよ。みんなのカスタマイズが光っている。行くぜ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。もらったな。足元を救われるなよ。惜しいな。ジャンプゾーンが襲いかかる。ここでループゾーンだ。カズマ君のマシン豪快な走りで一回転だ。先頭を走る。レースも後半戦に突入。惜しいな。嵐の前の静けさなのか。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。みんなのカスタマイズが光っている。何が起こるかわからないのがポケサーだ。いよいよファイナルラップだ。カズマ君のマシン豪快な走りで一回転だ。堂々の1位。俺の勝ちだ。さすがの強さだ。白熱した名バトルだったか。ふん、俺の勝ちだ。Ugh.